新ダイアリーメンバー、同京大学英語科3年の高橋鈴香です。本日は、私が自己 PR をして岡本さんに検索していただくというふうな企画になっております。岡本さん、自己紹介お願いします。ヒロさんチャンネルを運営しているうずうずの岡本と申します。よろしくお願いします。では自己 PR お願いします。私は TT というふうに呼ばれています。で、何かっていうと高橋飛びつくなんですね。で、この名の通り私は自走力であったり行動力っていうのが自分の一番の強みだなというふうに考えております。で、大学時代は2つのことに挑戦しまして、1つ目は学生団体の設立、2つ目が長期インターンの挑戦です。1つ目の学生団体の設立っていうのが LGBTQ を扱った問題なんですけれども、その LGBTQ っていうのが あんまり話しづらいタブーみたいになってるってことで、なかなかみんなが話せないからなかなか改善にもつながらないっていうところに問題を感じて、友人2人と一緒に3人で団体設立して、で毎週 LGBTQ について話し合う、ちゃんと問題意識を持って解決に動いていけるためのそのイベントを主催するっていうところで、年間120名の方に参加していただけるような団体を設立いたしました。で、2つ目が長期インターンの挑戦なんですけれども、こちらは自分が就活をやっていた時に全然先輩もいなくて、就活友達もいなくて、でちょっとまずいなと思って、で旬だよりっていう就活 YouTube メディアに出演したんですね。で、その時にこういう風に私みたいにそのなかなか就活始められなくて困ってるっていう、でもなんか行動するのにやっぱ勇気がいるっていう子の行動の一歩を後押ししたいっていうところで、インターンとして旬代理に今度は制作側に携わって人々の行動の一歩を応援するっていう風メディアを携わる側に入りました。で、現在はこちらもともと登録者数がなかなか伸びが進んでなかったんですけれども、その時に波に乗ってたショートっていうところに注力するってなって、私がそこのショートの作り方とかも分からなかったんですけれども、そのメディアを伸ばしたいっていう気持ちからそこにジョインして、そこの部署で働くというそこの部署に参加して YouTube 登録数を伸ばして、現在は残り3000人というところまで携わってまいりました。以上の2つのことから、私は TT 高橋飛びつくっていう言葉のように行動力、理想力がある人間だというふうに認識しております。以上です。ありがとうございました。結果発表の方をお願いしたいなというふうに、はい、思っております。お願いします。結果発表は惜しいです。ちょっとした工夫で僕できるのにできてなくてもったいないから×を出してきましたっていうような感じですね。めちゃくちゃ簡単にすぐできます。多くの人がやってしまいがちなミスがあったんですよ。それは何かっていうと、エピソードを2つ盛り込んじゃったんですよ。その自己 PR を聞いた面接官が、そういう風な取り組みをしてそんな結果を出したんだったら、うちの会社で活躍してくれそうだなと思ってもらえたら自己 PR 成功なんですね。何が重要になるかっていうと、まず一つは結果を出していることなんですよ。結果を出していることという点においては、高橋さんの話は団体設立においてもできてましたし、旬代理での長期インターンでも結果を出してました、という点では満たされてたんですけど、次の2つ目の条件が満たされてなかったんですね。その結果をこの人は本当に出せた人なのかっていうところの根拠の部分、具体的にどんな取り組みをしたかっていうところの伝えることによって、その取り組みは再現性があるからうちの会社でもしっかり成果が出るまでやりきってくれそうだね、というふうに思ってもらえると OK になるんですね。2つエピソードがあると長くなりすぎちゃうんで、どこ削るっていうと具体削っちゃうんですよ。浅くなるとどうなるかっていうと、しない面接官だったりとか、就活の序盤戦で1人やっぱり時間使わないというスタイルの選考のやり方をしてる企業の場合だと、バチッと集まったからバチッと来る人を次に進めようかなみたいな判断をされてしまって落ちるかもしれない、はい、これがめっちゃもったいないですね。エピソードは1個に絞る、で1個に絞って深く伝える、こういう方法を取るといいんじゃないかなと思いました。話すエピソードはどういうエピソードなんですか？高橋さんの場合だと旬ダイアリーのエピソードの方が結構圧倒的に良かったりします。差別化っていう風なところなんですけど、学生団体とか立ち上げてる人って多いんですよね。よく聞く話みたいな、旬ダイアリーの方はその YouTube チャンネルっていうすごくトリッキーな分野、多くの企業がなんかその人も聞いたことない、面白そうって思ってもらえる分野で、かつちゃんとビジネスとしてやってることじゃないですか。
どう深掘りしていくかみたいなところなんですけれども、うん、最初にですね、結果から語っていくといいかなと思います、うん、どんな結果を出したかから考えていって、その結果を出せた要因は何かっていう具体のところを遡っていくっていう風な感じの順番で考えていくとうまく作りやすかったりするんで、そこから聞いていければと思うんですけれども、はい、実際高橋さんがやったことによる人事が聞いた時にその結果に立ったのはすごいねっていう風になるのはどの部分になりますか？なんかキャスティングですかね。私個人が出した結果ってのはなかなか分かりづらくて、どういう風に話せばいいんだろうって思ったんですけど、難しいですよね、 YouTube チャンネルの上でチームでやるんで。そういう人って多分この動画見てる人で多いと思うんですよ。すごく参考になるかなと思う動画になると思うんですけど、チームとしての成果のことで考えましょうか。高橋さんがすごくやった部分として伝えられるところでいくと、時間をすごく投下してるっていうのは言えますね。朝8時から22時週5でやってますっていうのは、高橋さんがめちゃくちゃそこにコミットしてやってるなんていうのが伝わるので、そこはめちゃくちゃいいなっていうふうに思うと、 YouTube チャンネルで大変なのって本数出すことですよね。今って週何本出しましたっけ？14、5は出してますね。もともとっていくつでしたっけ？2、3。そもそもチャンネル伸ばすためには週2、3の投稿から週4、5の更新に頻度アップすることがまず重要だったってことですもんね。そうすれば平均再生数が上がって本数が増える、だからシーズンオフの時でもしっかり見てもらえて、かつ感情にできるから就活のハイシーズンじゃない若い層を見てくれるから、だからこそこれからのハイシーズンになった時にそういう人たちがノウハウもまた身に戻ってきてくれて順大霊が爆伸びするというところを実現しているってことですもんね。どんな問題があったからそれをやったのかっていうところが次の順番なんですよ。チャンネル登録数が就活オフシーズンになると伸びない。就活生って50万人とか60万人の中で、まだ登録者数が8万人、9万人というところなので、6分の1ぐらいしかなくて、チャンネルは日本一の学生向けみたいにしたいなって思った時に、絶対そこの層を取り切らなきゃいけない。だからそのために頑張りました。今のは決意のところで使いますね。そういう思いでやろうと思ったみたいなところで、自己 PR ってどういう順番の使い方？タイトルですね。私はこういう人間です、前置き、こういうことやりました、インターンでのことです、みたいな。そこでやるにあたっての課題、そしてその課題をクリアするための決意、実際に具体的に行ったことといたしましてはみたいな感じですね。で、課題1、2、3って結果こうなりました、みたいな。大体こういう構成なんですよ。今その結果、具体、決意、課題のところまで来てたので、方法完成しまして、タイトルがキャッチーだったんですよ。タイトル聞いてパッと何か分かんないっていうところがあったんですね、一言でなんか分かるような感じだったらいいなというふうに思って、タイトルってでもどうやって決めるの？その結果行動する人ってどんな人かなって考えて、ポンと当てはめる感じですね。高橋の場合だったら目的達成のために試行錯誤しながら泥臭くコミットしてやりきって結果出せますとか、そういう感じかなと思いました。自己 PR お願いします。ありがとうございます。採用します。いいですね、ブラッシュアップされました。自分でもびっくりしました。これでもうどこでも受かりますね。すごいですね。私が添削してフィードバックするんで、私全コメント見てリプライするようにしているので